はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーでみももが登場してくれましたね。今回のシルエットは最初のヒントで少し分かりやすかったかもしれないですね。甲羅があるということで亀と気づいた人は多かったんじゃないでしょうか。皆さんはどの地点で分かりましたか？はい、今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーで亀、みももの登場でした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。